ジグはね、プロトのスローブラキャストロン40秒にですね。それにしてもすごいいい景色ですね、ここ。ここの浜はですね、島根県ですね、まあ、ほぼもう山口県との県境近いところなんですけども、狙いでしょうかね。一人釣り人入ってます。パッと見た感じだとね、砂の中にね、場合により根がこうちょっと点在するような、そんなエリアです。結構どん深、釣れそう。はい、こちらがですね、今回、フィールドテストに持ち込んだスローブラッドキャストにね、新しく加わるモデル、スローブラッドキャストのロングのね、プロトのジグです。こちら、ご覧の通りね、一番の特徴はこのスリムでね、ロングなシルエット、これがね、最大の特徴です。でちなみに今これ 40g なんですけども、同じ 40g スローブラッドキャストのロングと比較してもこれだけ大きさが変わります、ね、これどうしてかというと、実はね、素材高い音がする。これね、Gライトメタル、スローブラッドキャストのオーバルでね採用している比重の軽い金属を使ったボディなんですね。でこの、スケールの長いボディ、そして比重の軽い素材、これを使ってね、狙ったのは何かと言いますと、ロッドワーク、入力に対するレスポンスの高さなんですね。シリーズ、ね、中でロッドワークポンと入れた時にスコッとこう横にね滑走する距離、これはね、今ワイド、スリム、オーバルと、あるうちで最もね高い、動きの性能、これをね求めようというところに、目標にして作ったジグですね。で行き着いたところがこのシルエット、ね、シェイプと、そして素材という形で、まあ、今までもね、鉛のボディであったりとか、もしくは縦横控えた形でね、いくつかサンプルを作ったんですけども、いよいよ、ね、バランス見えてきましたんで、今回実践でのテストという形で使ってきました。あと潮の流れありそうなところ打っていきましょうか。まあ、今ね若干右から風吹いてますけどね、まあ、その状況で 40g、 Gライトメタル、比重の軽い金属使ったジグでも糸の出る量だけでとキャストしてだいたい100から110メーター。飛距離はね十分出ますね。これ飛行姿勢がね安定してるっていうのが一つ大きな要因なんですね。プロトのジグのテストです。いろんなシーンでね、まあ磯場、サーフ、ね、堤防、いろんなシーンでテストして。検証していくという形でね、ではね、この、スローブラッドキャストのロングね、皆さんアクション気になると思います。水中でね、撮影した映像がこちらになるんですけども、ご覧の通りね、上方向へのアクション、それから横方向へ走ろうとする、幅、これがね非常に大きいのが特徴なんですね。でこれどうしてかと言いますと、まずまあこのスケール長さね、でいて、水抵抗受けにくいスリムなシェイプで、加えてね薄さなんですね。でプラスこの G ライトメタル、ね、比重の軽い金属を使うことによって下へ方向へ行こうとする力が弱くなるんですね。まあホールが遅くなる。でその分入力した力を軸のアクションする方向に持っていけるというのが大きな特徴ね。
パッパッ大きく巻き上げ方向で誘って、でフォールは水平レベルフォールね、いう形で、まあ、上方向に大きくアピールして水平のレベルフォールね、これで食わそうという形で、ね、G ライトメタルを使った、副次的な影響としてフォールスピードも遅くできますね。今現行品である、ワイド、スリム、オーバルのうちのね、スリムとオーバルのね、ちょうど間を埋めるフォールスピードね、これによって上方向で見せた魚に食わせると、いったね、スローグラットキャスト使い方のね、この4つ、これにおいて、いよいよローテーションの幅が広がるよと、いったのがこのスローグラットキャストロングになりますね。今使ってるスローブラキャストの、ロング、こう比較的サーフの場合ね、水深がないような場合だとどうしてもねピッチが速くなりがちなんですけどね、まあ、オーバル同様ね、この G ライトメタル使っていくジグはこういったねシャローエリア攻略していくのにね非常に有効です。しっかりとね食わせの間合いが取りやすいんですね。まあ逆にね鉛のボディのねワイドスリムを使った場合だとどうしてもホールスピードを落としていこうといった際にはね、ウェイトを今度軽くせざるを得ないんですけども、今のね、このロングもしくはオーバルだとね、ウェイトある程度キープしたままホールスピードを落とせると、そういう利点もありますね。あー、触る触るんだよ、なんだろうな。朝ね、キスをおそらく狙ってる方かな、いたんでね、もう時期、今5月ですね、まあ、5月、6月、6月になってくるともう確実にこう、若いキスが接岸してくるタイミング、まあ、加えてね、マグチはね、産卵接岸という形で、まあ、いずれにしてもこう、岸寄りに魚がね、突き出すタイミングではあるんですけどね、これからが暑いですよね。取れそうなんだけどな、ここ。ちょい10メーター右、はい、今ねちょっと歩いていったところでですね、ね、キス、ビニスですね、このサイズ、ね、まあ、おそらく、まあ、前後するんでしょうね、まあ、今スローブラキャスト40ロング、まあ、ある意味で言うともうマッチザベイトサイズ感的にはねバッチリ、ね、ここで、ね、手前40メーターぐらいのところに結構大きな、おそらくね、左手に見える岩場に近いような岩盤がね沈んでると思うんですけども、その先に砂地、手前に砂地という形で、まあ、ちょっとね根をまたいで探っていきます。今これスワンズの、変更かけてるんですけども、まあ、シュワジゲームの際にはね日中で、最近はね、ナイトゲームでも、まあ、変更のフィルム入ってないんですけども、グラスはするようにしています。まあ、安全性が一つ、それからねこういった形でサーフであってもね、地形変化であったりとか根の存在、こういうのを、ね、知る上でね、非常に強い武器になるんでね、ぜひね、ゲームの時はね、グラス、ね、かけるだけでね、だいぶゲーム、それこそね、クリアになってきますからね。よし、食いましたね。今度反対サイド、目のね反対サイド、やはりね落ち際で、ね当たってくる。ちょうどねここ、この規模の小さいんですけど、流れ込みと複合ね、目の複合ポイント99に
らすごい、シマフグ初めて見た綺麗な魚、綺麗な魚。やっぱ海が変わると魚も変わるね。ちょっと一回反応になったところ戻って見てみよう。ここはね、下りかなりね、岩盤と思われるね、根が入ってるエリアです。根の上はね、むしろちょっとヒラメの可能性を探りつつ、砂地のところでね、マゴチといったところなんですけど、ちょっとその境目狙ってみましょう。特にね、マゴチの場合はね、比較的こうピンで真上に上げて、スワンって目の前にこう落とすイメージで、落ちていくものに対してこうアタックしてくるといったね、パターンが非常に多いんですね。ヒラメの場合は割とね、ピッチ刻んでて上方向、横の動きに対してね、おそらくなんですけど、イメージとしてはこう浮いて追従しているイメージなんですね。マゴチに関してはずっとベタッとくっついて、こう割と横動きしないでピンで食ってくるイメージ。まあ、言いながらね、実際こうジグ以外のルアで釣っていく場合なんかは割とね、横動きなんかにこうペペペペッとこうマゴチもついてはくるんですけど、ことねジグの場合だとちょっとね、そういった釣り方、ピンポイントで釣っていくような縦のアクションの方が反応がいいことが多いですね。おっしゃ、食った。岩盤のあるエリアに今移動してきて、砂地のねところですね。今ね、これはね、プロトの、ロング40食いましたね。ポール、いい当たり。うお おお、いいファイト、いいファイト。やっぱりあの目の周辺いましたね。よし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 、くい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 。ああ、いいサイズのこっち。あ、やったー、グッドサイズ。くっ、嬉しい一本出たね。よしね、えずっと歩いてってね、ちょっとね、目のあるところ移動してこようといったところで、落ち際のリアフックがっちりいきましたね。ナイスサイズ。よし、嬉しいね。パンパンですね。ね、ジグはこれプロトのスローブラッドキャストロングですね。 G ライトメタルを使った、新しいねジグ、それのね、今回テスト調光という形でね、これ 40g、キャストしてたところ、くあ嬉しい、最高。はい、そういう形でね、今回は島根県益田市を中心としてね、まあ、サーフメインで、こちらのねスローブラッドキャストロングフィールドテスト、していった模様をご覧いただきましたね。まあ、サーフ基本的にはねキャストしてから遠浅のエリアが多い。まあ、今回も一番深くてフルキャストしたんですが3メートルという形だったんですけども、ご覧いただいた通りね、まあ、比重が軽いと、言ってフォールスピードが遅いこともあってですね、比較的こうピッチを刻むのにスローなピッチで食わせの間を入れやすいと、いうことはご覧いただけたかと思います、ね。まあ、今回はね、遠浅のフィールド、テストをしていったわけなんですけども、もちろん、磯であったりハトといった形でね、休止のエリアなんかもねこれから、まあ、テストをしていくつもりでいます、ね。
さまざまなフィールドで使えるスローブラッドキャストね、新たに加わるロングでね、さらにゲームの幅広がりますのでね、ぜひご期待ください。